べ過ぎた時2週間後ぐらい脂肪になるというのは本当ですか？そうかもしれないんですけど、例えばですけど今日1日100キロカロリーオーバーしたとしますよね。じゃあその100キロカロリーオーバーした分が2週間後脂肪に変わるかっていうと、それはちょっと違いますよね。ダイエットに苦しむのはもうやましょう。富永です。今日は質問をですねたくさんいただいたので、質問に全て答えていきたいと思います。運動してない時に1500キロカロリー取ってもいいのか、腹八分目だとお腹が空いて結局食べてしまう、糖質制限をやめて体重と体脂肪が一気に増えてしまった、このようにですね様々な悩みに対して答えていきますので、ぜひ参考にしていただければと思います。では早速答えていきます。運動しない日でも1日に1500キロカロリーは取っても太らないですか？はい、結構ですねこの質問多いですね。運動しないときは食事量を減らさないといけないのかっていうことと、あとはこのカロリーの設定ですね。まず運動をしないときにカロリーを減らさないといけないかっていうと、それはですね減らさないといけないっていうよりも自然と減るっていうのが普通だと思います。人間の食欲ってのは何回も話したと思うんですけど、消費されるカロリーによって決まってくるんですね。例えば1日1800キロカロリー消費している人であれば、その体重を維持するために1800キロカロリー必要なので、だいたい1800キロカロリー分ぐらい食欲しか湧かないんですね。でこれが例えば運動して300キロカロリープラス2100キロカロリー消費したら、通常体っていうのは2100キロカロリーの食欲が湧くようになってます。逆に言えば普段運動して2100キロカロリーの人が運動をやめて1800キロカロリーになったら、1800キロカロリーの食欲しか湧かないようになってるんですね。でこの調整が起こらないのは食欲がコントロールできてないっていうことになります。そして1500キロカロリーで太るかどうかはその人の代謝力、消費されるカロリーによって決まります。例えば運動して1800キロカロリー、運動しなくて1500キロカロリーだとしますよね。そうしたら運動しない日に1500キロカロリー食べても太らないのはわかります。一方で運動して1500キロカロリーしか消費してない人が運動しなかったら1200キロカロリーになってします。そしたら1500キロカロリー取ったら太りますよね。だから1500キロカロリーで太るかどうかっていうのはですね、その人の代謝力、1日に消費されるカロリーによって違うっていうところで考えてもらえばいいかなと思います。ただこの質問で大事なのはですね、運動するときとしないときで意図的に摂取カロリーを調整しないといけない状態にあるっていうのが問題です。そうではなくて食欲がコントロールできていれば、運動しているときはお腹が普通にすくし、運動量が減ればお腹が少ないっていうのが自然と起こるようになるので、そこを目指してもらえるといいかなと思います。では次いきます。人生長いのに何のために生きてるか分かんなくなります。先生は何を目指しているんですか？はい、そうですね、私自身ですね、これダイエットには関係ないんですけど、結構ですね、何のために生きてるのか、何が自分に向いているのか、自分が本当にやりたいことは何なのかって結構考えたことあるんですね。ただですね、まあ私今まだ36歳ではあるんですけど、私の今の答えはですね、その自分がやりたいことを何のために生きてるのかっていうのはですね、ずっと考え続ければいいと思うんですよ。でそんなものはですね、多分ね、簡単に見つからない、見つかる人の方がラッキーだと思います。でそこで私が行き着いた結論は、自分が求められていることに対して全力で応えていくっていうことです。だから私がですね、このダイエットの情報発信とか指導してるっていうのはですね、自分がやりたいからではなくて、求められてるからやってるっていうところです。まあ、本当ありがたいことにですね、YouTube もそうだし、他の SNS でも、まあ、多くの方にフォローしてもらっているので、まあ、自分なりにですね、まあ、世の中に求められているものなのかなというふうに感じています。で、他にもですね、生活している中でありがとうって言われたりとか、感謝されたりすること、ちっちゃくても大きくてもいいんですけど、なんかあると思うんですよ。で、それに対して自分ができることをやっていくっていうのがですね、まあ、大事なのかなと思っています。で人間っていうのはですね、やっぱ人のために何かをしたっていうことに対して自分も結構満足感が上がるようになってるんですね。だから何をしたいのか、何が目的なのかとかをですね、分からなくなってしまったら、とにかく今自分が求められているもの、人に対してできることをやっていこうってやればいいと思います。それをやっていく中でですね、50歳かもしれないし60歳かもしれない、その時にですね、自分がやりたいことっていうのが見つかると思いますので、分からない時はとにかく人のためにできることをやっていけばいいんじゃないかなというのが私の考えです。はい、じゃあ次に行きます。富永さんは飲むときおつまみどんなものを召し上がりますか？はい、そうですね、私はお酒がかなり好きなので、多分それで質問をいただくと思うんですけど、ですね、お酒の種類によります。例えばワインとかでも白ワインを飲むのか赤ワインを飲むかによって全然違うくて、私は結構赤ワインを飲むんですけど、その赤ワインの中でもですね、合うつまみと合わないつまみがあるんですね。だから例えば、まあ、生ハムとか、その生ハムでクリームチーズを包んだものとか、そういうのは大好きですし、普通にビールとか焼酎とか飲むときは唐揚げとかも食べます。ただやっぱりね、炭水化物は正直ですね、お酒とあんまり合わないので炭水化物あんまり食べないんですけど、まあよく食べるのは生ハムで、居酒屋に行って食べるのは軟骨の唐揚げ、この辺が多いかなと思いますね。あとは家ではですね、冷凍のですね、牡蠣のオイル漬けがあるんですけど、それもよく食べますね。
まあ、とにかくそのお酒に合わせた美味しいものを選んで食べるってこともやっています。はい、では次いきます。米1日 1.55 を目指して PFC 考慮、数ヶ月体重変化なし、 PFC それぞれ少しずつ減らすイメージをで OK ですか。米をしっかりと食べて PFC バランスを考慮して今数ヶ月やっていて体重変動ないってことですね。でその場合は何が起こってるかっていうと、結局摂取カロリーと消費カロリーのバランスが釣り合ってるってことなんですね。今の BMI だったりとか、まあ、摂取カロリーがわからないので何とも言えないんですけど、カロリーが釣り合ってるっていうことは、ここから何か変えないと体重は変化しません。でその時に考えないといけないのは、今の体重に見合った量を食べれているか、まあ、目安として私がよくお話ししているように、今摂取カロリーが体重かけるの30キロカロリー取れているか、それで体重が維持できているのであれば、今の体重に見合った代謝力があると考えてください。そして体調も悪くない、食欲も安定しているっていうのであれば、 PFC バランスを崩さないまま摂取カロリーを 10% 落としていくと体重は落ちていくと思います。ただしこれがですね、今体重かけるの25キロカロリーぐらいしか食べてなくて体重が維持されているとか、体調とか食欲が安定していないっていう状況であれば、まずは体調とか食欲を良くする、まあ、もしくは自分の体重に見合った代謝力をつけるために食べる量を増やす、まずそっちが大切になります。状況に応じて体重を今から減らしていい時期なのか、体重というよりも食欲や代謝、体調を整えていく時期なのかっていうのを考えてやってもらうことが大事かなと思います。はい、では次。睡眠時間を増やしたくて早めに寝ると、その分早めに目が覚めます。今は7時間睡眠です。はい、睡眠を意識しているというところですごくいいと思います。まあ7時間寝れてればいいんじゃないですかね。寝るとですね、早く目が覚めるっていうのは普通だと思います。睡眠のリズムってですね、結構ですね変えるの難しくて、大体やっぱ半年から1年間ぐらいしないと睡眠のリズムって変わりません。で7時間寝れてるので特に気にしなくていいと思うんですけど、もしですね早く目が覚めてしまうっていうのがあればですね、それはもしかしたら明け方に低血糖になってしまっている可能性があると考えてください。寝てる間に血糖値が下がってしまって、血糖値が下がっている状態って体が興奮しやすい状態になってるんですね。だからそこで目が覚めてしまうっていうところなので、まあ、私がよくお話しするように寝る前に蜂蜜を舐めるとか、あとは夕食で炭水化物を取ってないんだったら夕食で炭水化物をしっかり取るようにするとか、その辺を考えて対処してもらえると少し長く寝れるようになるかなと思います。まあ、もしくはですね、やっぱ仕事とかで早く起きないといけないっていうプレッシャーとかで起きてしまう人もいますけど、まあ、この方の場合はですね、そういうことがなさそうなので、1時間寝れてるっていうところであんまり気にせずやって、もうちょい長く寝たいなって思うなら低血糖を少し疑ってみて、寝る前の蜂蜜とか夕食の炭水化物っていうのをちょっとやってみるといいかなと思います。はい、では次。座ると気がつくと背中が丸まっています、何かおすすめありますか。難しいですね。私も結構ですね背中丸まりやすいんですけど、これはですねポイントはですね、同じ姿勢を取るのが良くないって思い続けるっていうことです。ですね、姿勢ってずっと伸ばしていてもずっと丸まっていても良くないんですよ。背骨ってのはですね、結構ちゃんと体を動かしておくっていうことが大事で、それを意識して15分に1回ぐらい、なんか何でもいいですよ、伸ばす、こうやって伸ばすでもいいし、倒すでもいいし、腰だけ起こすでもいいし、体をこう倒すでも何でもいいんです。何でもいいので、15分に1回、30分に1回ぐらいですね、体を動かすっていう意識を持っておいてもらえていいかなと思います。でもちろんね、その体幹が弱くて背中が丸まってしまうとか、いろいろあると思うんですけど、まあ、まずはですね、ちょっと体を動かすっていう意識をするのが大事かなと思います。はい、では次。恵方巻きはどのぐらい食べても大丈夫ですか？ですね、満足いくまで食べていいと思います。まあ、恵方巻きをですね、たくさん食べないと満足できないっていう場合は、恵方巻きを気にするっていうよりも、自分の体がなんでそんだけ食べないと満足できないのかな、食欲が乱れてる原因が何かあるんじゃないかなって考えて対処するのが普通なんですね。例えば、寝不足とか、あとは栄養不足、カロリー不足、痩せすぎ、まあ、他にもいろいろあるんですけど、そういうふうにたくさん食べないと満足できない自分の体のどこに問題があるのかっていうのを考えてもらうのが大切かと思います。はい、では次。腹8分目ではお腹が空いてお腹いっぱい食べたくなります、やはり習慣にしなくてはいけませんか。ですね、これ結構難しいところなんですけど、多分この方ですね、食欲安定してないと思うんですよ。で、腹8分目とかお腹が空いを感じるっていうのはですね、大前提としてカロリーしっかり取れてる、栄養バランスいい、睡眠取れてる、食欲が安定してるっていう状態でお腹が空いを感じるんですね。じゃないと食欲が乱れてる時って脳がですね、強くですね食欲を支配してるので、お腹が空いとかって感じれないんですよ。脳もですね、食欲が安定していて初めてですね、お腹の感覚でちょうどいいぐらいの食事ができるという風になります。なのでこの方の場合はですね、今腹8分目を感じるっていうよりも、そのいっぱい食べたくなる原因を考えて解消すると、自然と腹8分目でですね、満足できるようになってくると思いますので、
食欲が乱れている原因を考えてもらえていいかなと思います。はい、では次。痩せたらものすごく寒さに弱くなりました。筋力か代謝の低下が原因でしょうか。難しいところなんですけど、ちょっと食事制限とかが強かったのかなって思います。まあ当たり前ですけど、脂肪がたくさんなくなるとかなり寒くなりやすくはなるんですよね。ただ明らかに寒さに弱くなってるっていうところなので、まあ、急激に落としすぎてエネルギー不足の状態になってる可能性はあるかなと思います。例えば BMI が18未満とか体脂肪が 20% 未満まで落としてしまっているのであれば痩せすぎですし、炭水化物、ご飯を例えば 120g 取らないようにしてるとか、カロリーが 1200kcal 未満だとか、エネルギーとなるものを全然食べてない食事制限が強すぎるとこういうことが起こります。で、実際ですね、私もいろいろな食事方法を試してきたんですけど、まあプチベジタリアンみたいなですね、肉とかを食べずに玄米菜食の食事をしているとかですね、そういう風な食事しているとめっちゃ痩せたんですけど、超寒がりになりました。なのでカロリーの制限しすぎてないかとか、糖質を抑えすぎてないかとか、まずはそういうところを考えてもらえていいかなと思います。で、食事制限のしすぎの結果ですね、代謝が低下したりとか筋力が下がったりして、それが寒がりにつながっている可能性っていうのはあります。まあ、体温っていうのはですね、ちょっと下がっても生きていくのにそんなに支障ないじゃないですか。だからですね、エネルギーが足りない時ってまずはですね、体温を下げようとするんですね。だからカロリー不足とか糖質不足、エネルギー不足があって代謝が下がって体温が下がっている可能性はありますので、ちょっとですね、今は食事量とか糖質量っていうのをもう一回見直してもらえていいかなと思います。はい、では次。旅行中です。生理前と重なっててたくさん食べました。多分体重増加してます。するべきことはありますか。はい、特にありません。まあ、旅行中多分ですね、数日から1週間ぐらいだと思うんですけど、その時の食べ過ぎぐらいは生活を戻せば体重戻ります。まあ、もちろんね、旅行に行く前までに無理やり抑えつけていたのであればですね、それが旅行で元に戻ったら体重は減りませんけど、まあ、普通にこう体重がキープされていて旅行中にちょっとぴょって増えたのであれば、生活さえ元に戻せば元に戻ります。で、この時にやるべきことはですね、旅行の時って睡眠のリズムだったりとか、なんか食事の内容とかってちょっと特別なものになってるじゃないですか。で、それをいかに早く戻すかっていうことが大切になってきます。だからちゃんと寝る時間をいつもと同じように戻す、起きる時間も戻す、食事内容も戻す。で、もしこれがなんかダラダラして難しいなと思ったら、ちょっと無理やり運動を入れてみる。で、運動を入れるとですね、健康意識が高まるので、強制的にですね、生活習慣が元に戻ってきます。で、このイベントの時のですね、ポイントっていうのは、いかに早く生活を戻すかっていうことになりますので、そんなですね、数日とか1週間とか脂肪がついて、もう二度と戻らないとか、そういうことは全くありません。どちらかというと、脂肪よりもむくみが原因で体重が増えてますので、生活を戻せば元に戻ります。なので、生活を戻すっていうことを優先してもらえればと思います。はい、では次。自分のグリコーゲンに貯められる量がわかりません。私もわかりません。はい、あんまりこれを考えなくていいと思います。多分グリコーゲンが貯められる量を考えて、ご飯の量とかを考えようとしてると思うんですけど、そのグリコーゲンの量を考えて決めなくていいです。どんだけ溜まってるかもわからないですし、そんなことよりもですね、満足できる量とか、あとは摂取カロリーに合わせた量を食べればいいと思いますので、グリコーゲンの量とか考えなくていいと思います。はい、では次。基礎代謝 1200kcal ぐらいで毎日筋トレして 1300kcal ぐらい食べています。運動なしでもこの食事量で体重をキープされるんでしょうか。食事と運動量に葛藤しています。というところで、基礎代謝が1200で運動もして摂取カロリーが1300kcal ってやばいと思いません？だって基礎代謝が1200kcal、基礎代謝って総消費カロリーの 60% ぐらいなんですよ。っていうことは、この方は運動しなくてもだいたい 1800kcal ぐらい通常であれば消費してるはずなんですね。それなのに 1300kcal しか食べてない、しかも運動もしてるっていうことはですね、もう明らかにカロリーが足りてないんですよ。で、これどういう状態かっていうと、 1800kcal 先のところまで行こうとしてるのにガソリンを 1300kcal 分しか積んでないってことなんですね。で、車だったら残り 500km のところで止まりますよね。けど体って止まれないじゃないですか。止まれないから何が起こるかっていうと、さっき出てきたような体温とか、あと生殖機能とか、あとは脳の活動とかを下げて、まあ、いわゆるその基礎代謝を落とすことによってなんとか1日過ごそうとするんですね。だからこの方が考えるのは、運動量と摂取カロリーとかのバランスではなくて、そもそも運動しなくても摂取カロリーが少なすぎるっていうところで、食事量をまず見直してください。今 1300kcal 食べてるなら、まずは 1500kcal からでもいいです。で、基礎代謝が1200なら、だいたい 1800kcal ぐらい食べても大丈夫ですので、1500、1800とですね、少しずつちょっと増やしていってもらっていいかなと思います。はい、では次。制限から糖質量を一気に増やしてしまい、体脂肪率と体重が一気に増えました。上げ止まりは来ますか？まあ、おそらくですね、多分糖質制限をしていて、糖質量を増やして体重が一気に増えてしまったというところだと思うんですけど、はい、これはですね、間違いなく上げ止まりは来ます。
で、上げ止まりがですね、どれぐらいで来るかっていうのは正直人によって違うので何とも言えないんですね。みんなに共通して言えることは、糖質制限をしているときは、さっき出てきたグリコーゲンっていうものがですね、水分を含んでいて、それがですね、大体体内に3キロぐらいあるんですけど、それが糖質制限をしているとなくなっているので、2、3キロぐらいがバッと体重が増えます。で、その後はですね、糖質を取ることによって、体の中でどんな反応が起こるかによって、体重が増えるのか減るのかっていうのが分かれるんです。ちょっと具体的な話をすると、糖質を取ることによって、ホルモンと自律神経が反応して、消費カロリーが上がってくれると体重って減るんですね。けど、ホルモンと自律神経の反応が悪くて、食べてるより消費カロリーが上がらなかったら体重って増えてくるんですね。だから糖質量を増やし始めて体重が減る人と増える人がいるわけです。ただどっちにしても食べる量を増やしていかないといけないし、上げ止まりはきますので、そのままですね、あとは体調とか見ながら、糖質量を増やすとちょっとですね、お腹が張り出したりとか便通が悪くなったりするので、そうした場合はですね、今の自分が処理できる量まで減らして少しずつ増やしていくっていうことをやってもらっていいかなと思います。まあ必ずですね、上げ止まりは来ますので、今のまま糖質量を増やしてみてください。はい、では次、毎日たくさん食べても次の日普通に空腹になります。これを信じて普通に食べても大丈夫ですか？これはね、2パターンぐらい考えられますね。まず1つ目はですね、その人の代謝力が良くて、たくさん食べてもそれを全部消費できているっていうところですね。そしたら別に当たり前ですよね。全部消費してるから次の日お腹空くので、普通に食べてくださいっていうところです。で、もう1つがですね、カロリーは余ってるんだけど、血糖値が下がってしまって、脳が食べたいっていう欲求を作って、食べたくなってるっていうパターンです。この場合は食べたい欲求にしたら食べるとカロリーがどんどん蓄積されて太ってしまいます。で、これ血糖値を測れば分かることがあるんですけど、もっと分かりやすいのは、それに従って食べていったら体重が1ヶ月ごとにどんどん増えていくかどうかを確認してみてください。もし増えてるんだったらカロリーは余ってるけど血糖値が下がって食べたくなってるっていう可能性が高いです。そうではなくて、食欲に従って食べていても体重が増えないのであればですね、代謝がいいというところでそのまま食べていいと思います。はい、では次、痩せすぎ無月経回復の一番の目安が分かりません。無限に太り続ければいいのか、自然に任せる。一般的に言われてる体重 BMI と体脂肪を参考にしていいと思いますけどね。まあ、女性であれば BMI やっぱり18から22、これぐらいはないとちょっと痩せすぎかなって思います。まあ、もちろんね、何もしなくて自然にですね、BMI が18未満の人もいるので、そういう場合はいいと思うんですけど、ダイエットをしていて、やっぱり18未満っていうのはちょっと痩せすぎかな。体脂肪で言うと 20% 未満ですよね。痩せすぎてる人ってですね、普通に戻そうとしたら永遠に太り続けるみたいな感じのイメージ持ってるかもしれないんですけど、そんなこと一切ありません。普通に食べてれば、揚げ止まり確実に来ます。なので最後に書かれてたようにですね、自然に任せる。ただ、栄養バランスはある程度考えてるんですよ。ちゃんとご飯食べて、タンパク質も取って、野菜も取って、体重が増えていけば自然と止まります。これがですね、ご飯は太ると思ってお菓子とかばっかり食べたら、それは永遠に増え続ける可能性はありますよ。だからそうではなくですね、ある程度普通にご飯食事をとっていけば、基本的にはですね、体重は上げ止まりきますし、もし痩せすぎてて無月経になっているのであれば、その無月経も戻ってきます。ただこの無月経に関してはですね、婦人科とかで治療を受けながら一緒に見てもらいながらやった方がいいと思いますので、無月経なのであれば婦人科を受診しながら、食事を改善しながら、先生と相談しながらやっていくのが一番かなと思います。はい、では次、トランポリンは1日どれくらいやると効果が出ますか？全然わかりません。何の効果を求められているのかわからないですけど、多分痩せるっていうところだと思うんですけど、ちょっと何とも言えないですね。ただ1日5分からでもいいので、やらないよりやった方がいいです。1日5分からでもやれば時間はかかるかもしれないですけど、効果は出てくると思います。まあ、ただ一般的に言うと、やっぱり15分から20分ぐらいやれるとまあベストかなと思いますけど、運動をやったから痩せるっていう思考はまずやめた方が良くて、そうではなくて、食事と運動のバランスなので、トランポリンをやっても食事が乱れてたら絶対痩せません。例えば負担な話、1日2時間しても食事がそれ以上に乱れてれば痩せないんですね。だからトランポリンやりつつ、ちゃんと食事も安定させていくっていうことが大切になりますので、ちょっとこのイメージを持ってもらっていいかなと思います。はい、では次、アンダーカロリーの出し方がいまいちわかりません。難しいっちゃ難しいですよね。みんな結構ですね、摂取カロリーとか消費カロリーを計算してやっていくんですけど、まあ、私がですね、計算する場合は、大体ですね、2週間から1ヶ月ぐらいの体重の変化、体重が変動しないところですね、ここを見ていって、その時の平均摂取カロリーっていうのを見ていきます。
例えば私とかであればもうほぼ60から62ぐらいから体重ってあんまり変わらないんですね。っていうことは今の平均摂取カロリーを見ていけば自分が消費されるカロリーっていうのは分かるわけじゃないですか、まあ、いわゆる維持カロリーってものですね。これが例えば2000キロカロリーだったとしますよ。でそしたらアンダーカロリーするためには1800キロカロリーとかにすればいいわけですよね。っていうかですね、そこまで考えなくても維持している食事を大体ちょっと1割ぐらいちょっと減らしていくっていうふうに考えればアンダーカロリーになっていくんですね。で細かく計算しないとアンダーカロリーにならないっていう状態はどっちかというとその計算がうまくできてないとかではなくて体の状態が痩せる状態にないって考えた方がいいと思います。なのでもし計算するのであれば体重を測って体重の変動がまあ1キロぐらいはねこうアップダウンがあると思うんですけど1キロぐらいのアップダウンで平均体重がほとんど変わらないような状況、中央値がほとんど変わらないような状況で、まあ、その時の平均摂取カロリーを見てそれが維持カロリーなのでそれマイナス100キロカロリーとかにすればいいかなと思います。はい、次、弥生軒大戸屋のご飯普通盛りは何グラムですか、多いですか。ですね、わかりません。わからないですし、こういうのは私に聞くよりも絶対ググった方が早いです。結構ですね、まあこういう質問多いんですよ。例えば、ビタミン C が多い果物って何ですか？ビタミン D のためには何を食べた方がいいですか？亜鉛は何がいいですか？とか聞かれるんですけど、はっきり言ってですね、こういう質問はもうググった方が間違いなくいいです。そういうのは知識として知っとかなくても別にググれば出てくるので、これはですね、さすがにちょっとググってもらえればと思います。はい、では次。脂肪燃焼のメカニズムが知りたいです。燃焼された脂肪はどこに行くのですか？っていうところで、脂肪燃焼のメカニズムですね。まあ、どこまで話すかによると思うんですけど、まあ、脂肪燃焼って大体3ステップに分かれてるんですね。まず一つ目がアンダーカロリーですね。まあ、いわゆるその摂取カロリーが消費カロリーを下回っている状態ですね。で、体脂肪っていうのは、このカロリーが足りてない時に、この足りない分のカロリーを補うために脂肪が分解されるわけですね。わかりますか？さっき言ったように、人間の体っていうのは車と違ってエネルギー不足の状態で体を止めることができないんですね。だからエネルギー不足の状態になった時にエネルギー不足を解消しようとして体に溜め込んでいる脂肪を使うのがダイエットなんですよ。わかりますか？摂取カロリーが1800キロカロリー、消費カロリーが2100キロカロリーだったら300キロカロリー足りないじゃないですか。で、この300キロカロリー足りない分を体脂肪から300キロカロリー作り出して2100キロカロリーでバランスを取ることによって1日生活できるようになったらカロリーのバランスも整うし体脂肪もなくなるから痩せていくっていうのがダイエットなんですね。だから体脂肪燃焼のためにはまずはアンダーカロリーが必要です。そしてアンダーカロリーになった時にですね、体の中にもっと使いやすいエネルギー源がないかっていうのも考えないといけないです。で、それがさっき出てきたグリコーゲンですね。肝臓に蓄積されていたグリコーゲン、糖分があると、その糖分を使ってエネルギー不足分を補えるので、体脂肪の燃焼って起こりにくいんですね。で、もう少し具体的な話をすると、肝臓のグリコーゲンが減ってくると、体ってのは、おいおい、糖分の余りがなくなってきたぞ。じゃあ次は脂肪を分解しないといけないじゃないかっていうところですね。自律神経を介して脂肪燃焼のサインを出すんですね。だからこの肝臓のグリコーゲンが次は減るっていうことが大事になります。どうしたら減るかっていうと、食事から次の食事までの時間、まあ、いわゆるその空腹の時間がある程度長くなってくるとグリコーゲンが減ってくるんですね。食事が外から入ってこなかったら体っていうのはエネルギーが足りないわけじゃないですか。その時にどうするかっていうと、肝臓に溜めていたグリコーゲンを使ってエネルギーを補う。そして肝臓のグリコーゲンが少なくなってきた時に次は体脂肪を使って補わないといけないっていうところで体脂肪の分解を起こすわけですね。だからアンダーカロリーになって肝臓のグリコーゲンが減って初めて体脂肪が使われるってことになります。そして最後に大事なのはですね、その指令がいった時にですね、体脂肪の分解のスイッチを最後押してくれるのが自律神経の中の交感神経っていうものなんですね。まあ、交感神経っていうのは体を興奮させる神経なんですけど、例えば日中活動している時とかに働いてくれる神経です。逆に寝ている時とかリラックスしている時は副交感神経っていうのが働くんですけど、体脂肪の燃焼っていうのは最後にですね、交感神経が体脂肪に対して分解しろっていう指令を出して起こるんですね。だからアンダーカロリーになってグリコーゲンが減って交感神経が刺激されて初めて脂肪っていうのは分解されます。そして分解された脂肪っていうのはですね、水と二酸化炭素によって体の外に排泄されていくっていうところです。まあ、どこに行くっていうのを考えるよりも今話したメカニズムを知っておくことが大事かなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。はい、では次、12時から16時が一番食べてもいい時間と言われていますが本当なんですか。これはね、気にしなくていいと思います。多分ね、食べていい時間っていうのはですね、まあ、体のですね、消費カロリー、代謝が一番高くなってる時間を指してるんじゃないかなってちょっと予測されます。ただ別にその時間に代謝が高くても、例えばその時間に代謝が高くするじゃないですか。けど別にですね、代謝が高い時に食べたものはこう吸収されないっていうわけじゃないんですよ。ただ1日の中で消費カロリーが上がってる時間が12時から16時っていうだけであって、その時間に食べたものが消費されるっていうわけではないんですよね。
これって夜とかもよく言われていることで、夜とかって脂肪燃焼が起こりやすい時間帯なんですけど、夜脂肪燃焼が起こりやすいからって別に夜食べたものが脂肪に変わるわけではないんですよね。夜食べたものっていうよりも朝とか昼食べたものとかがいつじゃ脂肪に合成されやすいかっていうのが夜っていうだけ。この日中の消費カロリーが上がってるのも別に昼食べたものが消化されるっていうよりも1日の中でただ代謝が上がってるっていうだけなので気にしなくていいです。はい、では次、便秘を改善するためにいい食べ物はありますかっていうところですね。まあなかなか難しいところですね。これも人によるっていうのがですね、まあ実際のところになります。例えばですけど、便秘っていうと食物繊維を取りましょうっていうのがあると思うんですけど、食物繊維一つ取っても、まあ、玄米とかに入っている不溶性食物繊維と、あと海藻類とか果物に入っている水溶性食物繊維、この2つがあるわけですね。で、どっちも便通のためには必要なんですけど、このどっちが足りないかによって取るべきものっていうのが変わってくるんですね。あとは食物繊維ではなくて、実は乳酸菌とかいわゆるその善玉菌が少なかったりとかして便秘になっている人とか、善玉菌を取ったら便通が良くなりますし、まあ、そもそも炭水化物を取ってない人って炭水化物を取ると便通めちゃめちゃ良くなるんですよね。だから人によってですね、いいものは違ってくるというところです。またですね、食事じゃなくてストレスとか寝不足とか、まあ、自律神経の問題で便秘が悪くなっている人はいくら何を食べても便通は良くならないです。あえて言うんだったら、オリーブオイルとかオイル系はですね、結構便通を良くする効果が高いというふうに言われてますので、ちょっと朝からですね、ティースプーンいっぱいオリーブオイルを飲んでみるっていうのはですね、効果があるかもしれません。ただオイルは結構便通促進効果が強いので、下痢とかになりかねないので、量を考えて飲んでみてください。はい、では次、ご飯を80から 120g に増やしたら体重も増えたのですが、どうして痩せられますかっていうところですね。まあ食事制限をしすぎていて戻したら体重が増えましたっていう当たり前の話だと思うんですけど、これはですね、もう一回もうやり直すしかないです。で、 120g も少ないので、まあ、150g まで増やして上げ止まりが来るまで待って、そこからもう一回なんで痩せないのかっていう原因を考えてやっていくしかないですね。一回食事制限をして痩せて戻そうと思ったらですね、体重が戻るのも仕方ないんですよ。当たり前じゃないですか。だって今の体重って 80g のご飯で維持できてる体重なので、それが 120g で増やしたら体重増えるのは当たり前ですよね。で、さっきも言ったように、人によってはご飯の量を増やすことによって自律神経とホルモンが反応して食べたご飯以上に消費カロリーが上がって痩せるっていう人もいますけど、大体は体重増えます。で、こういう場合はですね、ある程度ですね、食欲と体調、体重が安定するまでですね、食べ続けて、そして、あ、今の自分の体重に見合った量が食べれてるな、食欲も体調も安定してるな、じゃあこっからどうやって痩せていこうかなっていうふうに考えていかなければいけません。で、そこから初めてアンダーカロリーを作るために 10% カロリー制限をしてみたりとか、運動を増やしたりとかしていくと痩せていきますので、ぜひですね、まだ体重を減らすっていう段階にはないと思いますので、考え直してもらえればと思います。はい、では次、摂食障害で今は過食オートキです。夜の止まらない食欲、体重増加で辛い、普通に食べるって何。まあ、摂食障害にならなくてもダイエットをしていると普通に食べるって何っていう風になると思うんですよ。で、私がですね、こうたまに普通に食べるっていう言葉を使ってしまうのでちょっと分かりにくいと思うんですけど、まあ、具体的な回答をするとですね、ネットで病院食とか調べてみてください。病院の食事って栄養素が入っていて、 PFC バランスとかカロリーとかが考えられて作られているものなので、あれがまあ普通の食事っちゃ普通の食事です。ただですね、やっぱり過食とか過食オートとかある場合はですね、結構ですね、やっぱり思考とか考え方のところに問題があって、それが変わらないと普通の食事が分かったところでそれができないっていう問題が起こってきますので、ちょっとですね、私のですね、 YouTube の中に過食症についてですね、かなり詳しく説明した動画がありますので、富永浩太過食克服って検索してちょっと見てみてください。おそらくですね、過食が落ち着いてくると、ちょっと普通の食事ってものが分かってきて、その時にさっき言った病院食とかを調べてもらえると、あ、これが普通の食事なのかと納得してもらえると思いますので、まずはですね、過食を治すっていうことを頑張ってください。はい、では次、ジムのランニングマシンでウォーキングする時のおすすめの設定、傾斜やスピード等。これもその人の体力によりますよね。まあ、正直私は傾斜はつけないかなと。傾斜をつけるっていうのはやっぱり結構ですね、足への負担が大きいので、運動を慣れてる人じゃないとっていうのと、あとは足の上に乗ってる背骨の状態が良くないと足の筋肉が過剰についてしまって足が太くなりやすいです。だからまあ何を目的にしてるかによるんですけど、大体ですね、心拍数が120とか130とかそれくらいまで上がる速度とか傾斜にするといいかなと思います。で、これぐらいがですね、体への負担が大きすぎず、ちょうどいいぐらいの刺激が加わるような負担なんですね。だから私の場合は結構心拍数を目安にして運動負荷を決めていきます。もちろん人によって心拍数も違いますが、だいたい120前後がちょうどいい人が多いです。はい、では次、脂肪燃焼はランニングよりもウォーキングがいい説は本当ですか？わからないですね。なんとも言えないですね。
まあ、運動のシミュレーションに対する効果っていうのは、さっき言ったもののカロリーをアンダーカロリーにするっていうところ、消費カロリーを上げてっていうところと、あとは運動することによってグリコーゲンを使う、まあ、ウォーキングとかだとちょっと微妙だと思うんですけど、それとあとは交感神経を刺激してくれるってことですね。で、ランニングとウォーキングってすごい難しくて、めっちゃ早歩きだったらランニングした方が消費カロリーって下がるんですよ。なんでかっていうと、人間のですね、体ってですね、ある一定の速度までは歩くっていうのが効率いいんですけど、ある一定の速度を超えるとですね、走った方が効率が良くなるんですね。だから消費カロリーは下がります。だからそういう意味では超早歩きをした方が消費カロリーは高くなるし、心拍数が上がる、まあ自律神経も刺激されるので脂肪燃焼は良くなるかもしれません。けど正直これを比べたところであんまり何も変わらないと思いますので、あんまり考えなくていいです。まあ、さっきも言ったような心拍数が、ね、120になるぐらいのジョギングでもウォーキングでもどっちでもいいので、それをやるといいんじゃないかなと思います。はい、では次、バイキングに行ってきました、その後の食事はどのようにすればいいですか。お腹空きませんというところで、そうですね、食べ過ぎた後の食事ですね。まあお腹空いてないんだったら僕は1食ぐらい抜いてもいいかなと思っています。まあ結局食べ過ぎてカロリーが余ってるってことなので、全然それだったら1食抜くのは自然かなと。ただ低血糖とかになりやすい人は、私であれば果物とかちょっと軽くて糖分を取れるものを取りますね。で、食べ過ぎた後もですね、さすがに抜いても1食2食目とかはやっぱり軽くでもいいから取っといた方がいいです。でもちろん最終的にはですね、バイキングでもあんまり食べ過ぎないようにするっていうのがまあ理想ではあるんですけど、食べ過ぎたらその次の食事お腹具合を感じてお腹が空いてなかったら食べない、もしくは低血糖になりやすいとか軽く食べときたいなっていうのであれば、果物とか軽いものを食べるっていうのをやってもらえばいいと思いますので、はい、ぜひですねそのままお腹具合に合わせてもらえればと思います。はい、では次、太っているの基準はどこからですか。難しいですね。これは正直人それぞれだと思います。例えばですけど、BMI18 が理想だとしたら、BMI20 でも太ってるわけじゃないですか。だって私とかも BMI21 とか2とかあるんですよ。結構筋肉が多いので、BMI 高めなんですね。けど、これ以上痩せたいとか思わないんですよ。だから私は別に BMI22 でも太ってるとも思わないし、これ以上痩せたいとも思わないけど、人によってはやっぱりそれは太ってると思うし、まあ一般的な基準で言うと、やっぱり25を超えてくると肥満ですよね。まあ、ここの肥満はやっぱり健康に対して悪影響が出てくる可能性があるっていうところがあるので、まあ、やっぱり25以上は肥満って考えた方がいいかなと思います。まあ、それ以下のですね、太ってるか太ってないかはその人の判断によると思います。はい、では次、カロリーと質はどっちを重要視すべきですか。あー、これもよく聞かれますね。結論は体重だけを考えるとカロリーです。ただ結局質も大事になってきます。で、これ何かっていうと、結局ですね、体重が増えるか増えないかって摂取カロリーと消費カロリーのバランスなんですね。何を食べても摂取カロリーが消費カロリーを下回ったら痩せるんですよ。だから極端な話、お菓子を1500キロカロリー1日食べる人と、バランスがいい食事を2500キロカロリー毎日食べる人、これどっちが痩せるかっていうと、お菓子を1日1500キロカロリー食べる人なんですよ。けどですね、食事の質が悪いと何が起こるかっていうと、食欲が乱れて結局摂取カロリーが上がってしまったりとか、栄養が足りなくて代謝が下がって消費カロリーが下がってしまうっていうところにつながるんですね。だから結局はカロリーなんだけど、このカロリーのバランスを崩さないようにするためにも質も大事になってくるというところです。ただこの質はですね、例えば無添加のものしかダメとか、牛乳は低温殺菌しかダメとか、卵は平返しかダメとか、そんなことは気にしなくていいです。どちらかというと、ちゃんと主食、タンパク質源、野菜を摂れてるか、もうこれぐらいです。あとは主食もなんか小麦粉ばっかりに偏ってないかとか、タンパク質源も鶏胸肉とかばっかりに偏ってないかとか、その偏りがなくまんべんなくバランスよく食べれてるかっていうぐらいで十分ですので、質はそれぐらいにして、基本的に体重に関わってくるのはカロリーだっていうところを知っておいてもらっていいかなと思います。はい、では次、夜の8時にご飯食べ終わり、22時から15分ほど筋トレ、プロテイン飲んで寝る生活は太りますか。いや、太るか太らないかは分からないんですけど、まあ、わざわざ15分の筋トレの後にプロテイン取らなくていいかと思います。で、私自身ですね、筋トレは1日30分ぐらい、まあ、しかも結構深くてやってるんですけど、プロテイン取ってません。多分ですね、寝てる時にタンパク質不足にならないようにっていうところで取ってると思うんですけど、まあ、よっぽどですね、ボディービルダーとか、まあ、食事でタンパク質が取れてないとかでなければですね、そんなにプロテインで補う必要は私はないと思います。で、結構ですね、やっぱタンパク質ってこの頻繁に取らないと血中濃度が下がってしまってタンパク質不足になるよっていうことを言われているので、寝る前とかも取るっていう人いるんですけど、一般のダイエットははっきり言って取らなくていいです。まあ、ただ取ってもプロテインぐらいだったら多分100キロカロリー未満だと思うので、まあ、そんなに気にしなくていいレベルかなと思います。正直それを取ってるから太るかどうかっていうのはもう関係ないと思いますので、もしそれでですね、体重が増えてるんであれば、それ以外の要素を考えた方がいいと思います。そしてタンパク質別に寝る前に取らなくていいんじゃないかなっていうのが私の考えです。はい、次、
食べるようになって改善して一口でやめられなくなり、つい食べ過ぎてしまいます。腹八分目にするには、これさっき言ったのと同じですね。おそらくまだ食欲が乱れてる状態なんだと思うんですよね。だからまだですね、多分体重が軽すぎる、炭水化物が足りてない、カロリーが少なすぎる、栄養が足りてない、例えば鉄とかですね、とか寝不足がある、鬱がある、ストレスがあるとかですね、食欲が乱れる原因がまだ残ってるんだと思います。だからそこを改善して、あ、なんか食欲落ち着いてきたなと思ったら、初めて腹八分目を意識するといいと思います。まだですね、腹八分目、お腹具合を意識するっていうよりも、何か体にあるですね、食欲を乱す問題がありますので、そこをですね、意識して改善してみてください。はい、では次、糖質、脂質、カロリー等バランス崩れると精神的に落ち込みやすかったり、イライラしたりありますよね。はい、そうですね、まあ、栄養バランスが崩れると結構ですね、メンタルは崩れやすいです。特にやっぱり多いのは、糖質が少なくて血糖値が下がってしまって低血糖の状態になると、不安が強くなったりとか、イライラが強くなったりします。で、あとは脂質っていうのもですね、まあ、脂質ってなんかダイエットにとって悪者のように感じるかもしれないんですけど、ホルモンを作ったりするためにはすごく重要な栄養素なんですね。だからこの辺のバランスが崩れると、メンタルは崩れやすくなります。はい、次、犬の散歩7000から9000歩とエクササイズ毎日30分したら痩せますか？わかりません。運動をいくらやっても、さっきも言ったように食事が崩れてれば痩せないので、食事をちゃんとやるようにしてください。逆に言うと、運動を全くしてなくても食事が完璧だったら普通に痩せますので、どっちかというと、いつもお話しているように、運動でどうにかしようするよりも、運動しなくても標準体重を得られるような食事にして、そのためのサポートとして運動をやるっていう風なイメージがいいと思います。はい、では次、夜ご飯食べてから甘いものが食べたくなります。ご飯は毎食 150g 食べていますというところで、夕食後に甘いものを食べたくなるというところですね。で、夕食後に甘いものを食べたくなる原因としてはですね、まあ、夕食の時に炭水化物を取っていないけど、この人は 150g 取ってるからクリアですね。他は夕食でのカロリーが足りていない、もしくは朝昼のカロリーが少なすぎて、それを補うために食べたくなるというのが一つ。そして他にもですね、夕方に低血糖になっている、例えば4時とか5時くらいにそわ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 しているとか、頭痛がする、過剰な空腹がある、手足が冷える、脱力感がある、冷や汗が出るとか、そういう風な状態になっていると、夕食で満足できずに食べ過ぎてしまう可能性があります。で、あとやっぱ夜多いのは寝不足とか疲労ですね。なんか疲れを感じていて食べ過ぎてしまう人も結構いますので、そこも疑った方がいいかなと思います。だから今言ったですね、朝昼とか夜のカロリー不足、夕方の低血糖、寝不足、疲労、まあ、その辺を考えてもらって対処すると改善されるかなと思います。はい、次、食後の眠気がすごいのですが、食べる順番、素材で改善できますか？これもですね、なんでそうなってるかによりますね。例えばその血糖値の変動とかによるものであれば改善できるんですけど、単純な寝不足で食事によってその睡眠が刺激されて眠くなっているっていうのであれば、ちょっと厳しいかなと思います。なので食べる順番とか変えてみて、例えばベジファーストにして血糖値の変動を小さくしてみて、眠気が変わるかとか、そういうのを試してみるといいかなと思います。はい、次、レッグマジックってダイエット効果ありますか？レッグマジックってなんですか？足こう閉じたり開いたりするやつですかね。まあ、これもさっきと同じですね。運動としては別にいいと思うんですけど、これをやっても食事が乱れてれば痩せないっていうところですね。まあ、ダイエット効果があるかないかって言われるとあると思います。あると思うんですけど、いや、結局ですね、基本はダイエットっていうのは食事です。運動をしても運動した以上に食べ過ぎれば痩せないですし、さっきも言ったように、運動しなくてもその分だけ食事量が減れば痩せるんですね。だからレッグマジックをやってもらうのはいいんですけど、それをやったから痩せるかどうかっていうのは何とも言えないところです。はい、では次、管理栄養士の食事指導で白米 80g するも数値変わらず素敵ばかりで毎日の減りが辛い。管理栄養士で1食ご飯 80g か、きついなぁ。ですね、もうはっきり言います、その指導をやめた方がいいです。で、他の人に移るか、もう一回こう自分でやり直すかした方がいいと思います。ですね、ご飯1食 80g って1歳の子供が食べるぐらいの量なので、成人女性がそれで足りるはずがないんですよね。で、しかもそれで痩せないってことは、多分食事を減らしたら痩せるっていう状態ではなくて、それ以外の何か要因があると思いますので、ちょっとですね、その指導払われた方がいいと思います。お金を払ってですね、ちょっとね、もったいないなって思うかもしれないと思うんですけど、そのもったいないより、それを続けることによって起こる体調不良とか体への悪影響の方がもったいないですので、早く切ることをお勧めします。はい、では次、ゆで卵を毎日1日10個食べるおばあさんがテレビに、それ以外は浅漬けとか、それってどうなんですか？私は絶対しないですね。はい、そのゆで卵に限らず、ある特定のものを大量に食べるっていうのは、間違いなく栄養の偏り、過剰になるものとか足りないものとか出てくるわけですよね。だから、何であっても正直、一つのものをたくさん食べるっていうことはやらない方がいいと思います。ただですね、ただ
人によってはですね、それによって体が適応してくれるっていう場合もあるんですね。だから人によっては別にいいかもしれないんですけど、どっちかというとその体っていうのは例外的なものなので、大半の人にとってはですね、ゆで卵に限らず一つのものを大量に食べるっていうのはデメリットの方が大きい可能性が高いので、私はお勧めしません。はい、次、アスケンで一回自分が取ってるカロリーをきちんと調べるのはありですか？あ、いいと思います。はい、カロリー計算をいつも常にして、なんかこれぐらいのカロリーでとかするのはちょっと微妙だと思うんですけど、今自分がどれぐらい食べてるのかな、さっき言った維持カロリーみたいなのを調べるとかはすごくいいと思います。で、体重が減らない時とかに、なんで減らないんだろうと思ってカロリー調べてみたら、意外とたくさん食べ過ぎてたとか、そういうことはありますし、逆に食べなさすぎてるっていうパターンもありますので、今のですね、自分のカロリーを調べるのにアスケンとかアプリを使うのはすごくいいことだと思います。はい、次、人より 1.3 倍ぐらい食べないと満足できないなと感じてしまいます。食べ過ぎなのでしょうか？例えばその 1.3 倍食べた時に体重が全然増えないっていうのであれば、代謝が高いから別にいいんじゃないかなと思います。けどこれが 1.3 倍食べたら体重が増えてしまうっていうのであればですね、単純に何か食欲が乱れている原因があって食べ過ぎてしまっている可能性があるので、それはですね、もう何回も言って寝不足とか、あとは栄養不足とか、そういうのを考えて解消してもらえていいかなと思います。だから人と比べるっていうよりも自分の体に合ってるものを見つけていくことが大事なので、人よりも食べても太らない人がいっぱいいます。だからもしかしたらその体質を持っているのかもしれないので、それなのかただ食欲が乱れているのかっていうところを考えて対処してみてください。はい、次、食べ過ぎの基準とは？自分がまず食べ過ぎって感じていれば食べ過ぎかなっていうところと、一番わかりやすいのが、標準体重よりも体重が増えてしまっているか、どんどん体重が増えているかどうかっていうところだと思います。人間の体っていうのはですね、 BMI18 から22ぐらいに収まるような仕組みが備わってるんですね。そこを超えてしまうっていうことは、何かしら食欲が乱れて食べ過ぎてカロリーオーバーしている、もしくは代謝が下がっている、どっちかだと思うんですけど、食べ過ぎている可能性が高いので、それは一つ食べ過ぎの基準かなと。で、当たり前に体重が増えていってるっていうことは、食べ過ぎてカロリーがオーバーしている可能性があるので、その辺が基準になってくるかなって思いますね。はい、では次、ダイエット関係なく運動不足はどれぐらいの状態を言いますか？これもなかなか難しいところなんですけど、私はですね、やっぱり1日5000歩未満とかだと運動不足っていう風に判断しますね。で、しかも土日とかも外に全然出ないっていう状態だと、もうほぼ間違いなく運動不足です。だいたい基準は5000歩、目指せ8000歩っていうところですかね。これはあくまでただですね、私の基準なので、参考にしてもらう程度にしてもらえるといいかなと思います。はい、では次、食欲コントロールできていれば食事を記録しなくても大丈夫ですか？ですね、食事の記録は基本いらないと思います。後からですね、自分で客観的に見たいっていう場合はですね、全然記録していていいと思うんですけど、私はですね、ボイシーとかで報告するために記録をしている写真を残してますけど、それまでは一回も残したことも、PFC バランス計算したこともないです。なので、特に困ってない、しかも自分の食事がある程度バランス取れていて気にならないっていうのであればですね、全然記録はいらないと思います。はい、では次、大転子って引っ込むんですか？よくダイエット情報に出ています。足の形に関係していると。大転子って、いわゆるそのここの部分ですよね。ここの部分なんですけど、それがボコって横に出てると足が太く見えるっていうところだと思うんですけど、骨の角度は変わらないので横には出ないんですけど、回線っていうねじれが起こってちょっとボコって出てるように見えることはあります。で、それを戻すことによって細く見えることはあると思うので、そのことを言ってるのかなと思います。大転子っていうのはですね、横に出ていて、こういう風な角度になってるんですよ。だからこれがべしゃってへこむことはなくて、それがねじれることによって前からの見え方が横にへこんで見えるようになるっていうことはありますので、それを言ってるんじゃないかなと思います。はい、では次、子供を寝かしつけてからしかジムに行けません。22時ぐらいに運動でも大丈夫ですか？頑張ってますね。頑張ってるんですけど、夜にもし運動するんだったらストレッチとかもう軽いウォーキングとかにしとかないと睡眠に悪影響が出ます。なぜならですね、運動で体を興奮させてしまうと交感神経で体が興奮してしまって寝なくなってしまうからですね。で、あとは22時からジムに行くってなるとちょっと睡眠時間が足りないんじゃないかなって思ってしまいます。だから例えばこれで運動して睡眠7時間とか取ってるんだったら、別に10時から運動して軽くやるんだったらいいと思うんですけど、私だったらそこまで無理して運動行かないですね。で、特に睡眠時間が確保できてない6時間未満とかになってしまうんだったら、運動するより睡眠した方が確実に痩せますので、こうした場合はですね、子育て中、今はちょっと運動できる期間じゃなくて、もうちょっと落ち着いてから行こうっていう風な考えでいいと思います。運動ってのはですね、あくまで休息、睡眠と食事がある程度ちゃんと取れていて効果が出るものなので、ここをベースにやってもらえるといいかなと思います。はい、次、体力つける&姿勢改善目的でパーソナルトレーニング通うのはありですかね？めっちゃバッチリだと思います。パーソナルトレーニングって本来多分そっちで使った方がいいですよね。
痩せるためってなると厳しい食事制限とかとにかく負荷が強い運動とかになってしまうんですよ。だからそれよりも姿勢とかあとは体力つける、まあ、だってトレーニングですからね、ダイエットではないですからね。だからそっちの目的で行くのはすごくおすすめです。はい、次、毎日宅トレ&1万歩ウォーキングしんどいです。でも毎日カロリー消費しないとと焦ってしまいます。あー、そうですね、運動脅迫になってるっていう感じですかね。けどですね、やっぱりね、冷静に考えてもらって、さっきから話しているように、いくら消費カロリーを上げても摂取カロリーがそれ以上になってしまうと太ってしまうんですね。だからここをしっかりと理解してもらって、消費カロリーを増やしてアンダーカロリーを作るっていうのではなくて、摂取カロリーを適正に持ってきてアンダーカロリーを作るっていうことなんですね。少しずつでもいいのでこっちの意識に持ってこれるといいんじゃないかなと思います。まあ、私の動画とか見てもらうとですね、いつもそのことを話してますので、ぜひですね、何度も繰り返し私の動画を見てもらえればと思います。はい、次、果物で主食分の糖質取るのは食べ過ぎですか？食べ過ぎです。はい、果物すごいおすすめしてるし、足りてない人が多いのでたくさん取ってほしいんですけど、まあ、さっきの卵と同じでですね、何でも取りすぎは良くないです。主食はあくまで穀物をメインにして取っていった方がいいですし、果物もですね、だいたい1日 200g ぐらいまでに抑えた方がいいです。はい、なので何でもそうですけど、取りすぎ、バランスを考えてやってもらえるといいかなと思います。はい、次、食べ過ぎた時2週間後ぐらい脂肪になるというのは本当ですか？ですね、まあ、そうかもしれないんですけど、例えばですけど、今日1日 100kcal オーバーしたとしますよね。じゃあその 100kcal オーバーした分が2週間後脂肪に変わるかっていうと、それはちょっと違いますよね。だって普通に考えちゃ2週間どこに行ってるんだよって話じゃないですか。で、しかもこういうこと考えたところであんまり意味ないんですよ。じゃあ例えば体重が増えました、あ、2週間前の生活がみたいな感じ多分なるってことでしょ。そのやり方がそもそも間違ってるんですよね。通常ダイエットっていうのは生活習慣を変えることによって自然と体重が落ちてくるっていうものなんですよ。だから習慣なので、その2週間前のものがどうかとかを考えずに、日頃の習慣、食事とか運動とか睡眠とかを整えていくっていうことが大事なので、こういうですね、何日後に脂肪に変わるとかは正直わからないし、考えても意味がないと思ってもらった方がいいかなと思います。はい、では次、飲み会で食べ過ぎが続いていても、その分他の食事を控えたら元に戻りますか？そうですね、まあ飲み会が続いて食べ過ぎても正直他でバランス取れてれば全然太らないかなと思います。だって私とか外食、正直週の半分ぐらい外食になってます。でしかもその時結構食べ過ぎてるんですよね。まあ、食べ過ぎてもですね、他の食事で自然調整されてるので太らないんですね。だから飲み会で食べ過ぎたところで、まあ、他の食事多分お腹空かなかったりすると思うんで、そこでですね、軽くしていればですね、基本的には太らずに過ごせると思いますので、その考えで OK です。はい、では次、なんだかダイエットに疲れてしまう時があります。やり方が間違ってるということですよね。そうですね、やり方が間違ってるか、もしくは鬱になってるかだと思います。ダイエットって疲れるもんじゃないんですよ。なんでかっていうと、生活習慣が整うからすごく体調とかも良くなるんですよね。そう、だからどっちかというと、正しいダイエットをしていると体も心も元気になってくるんですよ。だからですね、この方が言われているように、やり方が間違ってるんだと思います。どっちかというと、食事制限とか運動頑張らないといけないっていう我慢のダイエットをやられていると思うので、まあ、もう一回ですね、ちょっとダイエットに対して考え方を変えて、ダイエットっていうのは生活習慣と生き方を見直すきっかけなんだよ。で、今何か生活習慣とか考え方とか生き方にちょっと問題があるから、そこを見つけて改善するとよりいい人生になっていくから、それを見直すきっかけでしかないっていうふうに考えてもらえるといいんじゃないかなと思います。だから頑張るではなくて、生活習慣を変えることによって自然と体重が落ちてくるっていうのがダイエットです。だからしんどくなるっていうのはですね、まあ、どっちかというと、まあ、方向が間違ってしまっている、やり方が間違っているので見直してもらえるといいかなと思います。はい、では次、摂取カロリー内であれば甘いものや何を食べても太らないけど健康を害して太るなどのリスクがあれば知りたいです。あー、そうですね、まあ、だからさっきの質と量の話ですよね。まあ、栄養バランスが崩れてしまうと、さっき言ったように食欲が最終的に乱れて食べ過ぎて太ってしまうこともありますし、栄養が足りなくて代謝が下がってしまうっていうこともあります。まあ、他にもですね、例えば女性であれば鉄が足りなくて貧血になってしまうっていうこともありますし、まあ、甘いものばっかり食べてたら血糖値の変動も大きくなるから糖尿病とかになる可能性もありますよね。だからもうある程度ですね、やっぱり量と質、ここバランスが大事になってきますので、あんまりですね、極端に甘いもの、カロリー内だから甘いものばっかり食べていいとか、そういうのは考えてですね、質も考えながらやってもらえていいかなと思います。はい、では最後に行きます。仕事で1日8000歩ぐらい歩くのですが、運動したと捉えて OK？ そうですね、最低限の活動量を維持したっていうふうに思ってもらえていいかなと思います。まあ、私の中でちょっと8000歩ってレベル高いかもしれないんですけど、8000歩ぐらいはキープしてほしいんですよね。だから仕事で8000歩歩かれてるってことは、まあ、最低限の活動量はキープしてるのかな。まあ、運動と捉えるっていうよりも、まあ、プラスでもし運動するんだったら運動した方がいいけど、まあ、全然それぐらいでも十分なのかなっていうふうに思っています。
まあ、だから基準を大体8000歩ぐらいに持ってきてもらえるとそんなに運動不足にならないと思いますので参考にしてもらえればと思います。はい、どうだったでしょうか。今日もたくさん質問に答えさせていただきましたが参考になりましたか。もしですね参考になりましたらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ではまた。